最近のね猛暑とか大雨とか日照りとかで農業生産うまくいかなくて苦しい思いしてるんだけども、皆さんもねやはりきつい思いしてると思うんだけれども、この異常気象、これは地球にとっては必要なことであって、俺はいいことだと、地球目線に立てばねと思ってるのさ、大事なことで、その話をしたいと思うのね。で、これ前の動画でもしてると思うんだよね、いろいろね。だけれども、まあ、改めてねチャンネル登録者数が増えたんで、皆さんのおかげ で改めて重要なことだからお話ししようと思って動画を撮っています。で、その根拠として、まあ俺がいつも考えてるのは、ホメオスタシス、恒常性っていうこと。このホメオスタシス何かって考えれば、俺らの体温が一番身近な例かなと思っています。っていうか、まあよくそう語られるんだけどね、夏暑くてもう汗かいたりとかで、気化熱で体温が上がっても下げようとするじゃん。で、冬になれば寒くなったら、まあ、ホルモンとか体震わせたりとかで体温上げようとする。そんな上がったら下げる、下がったら上げる、この波はあるけれども、そうやって見ていくと大体一定のところに収まるね。だからホメオスタシスっていうのを検索すると説明で出てくるのは、内部環境を一定の状態に保ち続けようとする傾向のことっていうのさ。まあ、保てなければ死んじゃうんだけど、暑くなりすぎれば死んじゃうし、冷えすぎちゃえば死んじゃうんだけれども、でも生きようとするために一定の状態にね、36度から7度の間に収めようって体は頑張ってくれてるわけさ。だから内部環境、人の体の中の環境、体温に見てみればそういうことがあるし、例えば逆に、ね、ウイルスが入ってくれば、そのウイルスがいない状態が、まあ、一定の状態、安定した状態なんだから、そのウイルスを除去しようとして体温を上げて、でいなくなったらまた下がって、でそういう風な感じで上げ下げしたりで体の中を一定の状態に保とうしてるわけだ。そういう風に考えるわけ。例えばなんか、まあ、病気したとかでも何でもそういう作用があるかもしれない。体の中を一定の状態に保とうとするために何かしらね、まあ、おしっこが濃くなるとか、うんちがよく下痢になるとか、そういう風なのも体の中をね一定の状態に保とうとする、ホメオスタシス、体の中を一定の状態に保ち続けようとしているんだろうなって思うわけさ。で、このホメオスタシスが地球にもあるんだよって言ったのが、ジェームズ・ラブロックさんか、ガイア理論の人。あの人は大気の観点からそう喋ったっていうか、話だったと思うんだけれども、俺はそれ支持してるんだけどもね、地球にもホメオスタシス、内部環境、地球の中の環境を一定の状態に保ち続けようっていう風にする機能がね、あると。俺もジェームズ・ラブロックさん、ラブロックさんを支持してるのね。だから、この異常気象、温度が上がってる。まあ、上がってるのは確かに大変なんだけれども、それは人間がね、壊してしまった。まあ、人間じゃないかもしれないけれども、なんかいろんな原因はあると思うんだけど、それはどれかっていうのは断定できないんだけども、俺は人間だと思うんだけども、壊してしまった地球環境を一定の状態に戻そうとするために、あれ、なんだっけ、気温が上がってるとか、大雨が降るとか、逆に降らないとか、そういうことが起きてるんじゃないかなって俺は思うのね。で、もしそのことがね、正しいんだとすれば、ね、地球が一定の状態に保ち続けようと、地球の内部環境を一定の状態、安定した状態に戻そうと、今安定した状態じゃない、異常な状態だから、その異常な状態を元の安定した状態に戻すために気温を上げている、大雨を降らせている、あとなんだっけ、日照りになるとか、台風が強くなるとか、そういうことが起きてるんだと。っていうことは、この状態を耐え抜けば、てか過ぎれば、また自然豊かな、安定した地球が、豊かな地球が戻ってくるんじゃないかと、俺は考えてるのね。だけど、まあ、人間が結局のところを壊し続ける、まあ、森林伐採をするとか、CO2 をいっぱい出すとか、亜酸化窒素を出してオゾン層を破壊するとか、フロンでオゾン層を破壊するとか、メタンガスで温暖化になるとか、そっか、亜酸化窒素も温暖化が CO2 の300倍だったかな、の温室効果があるとか、そういうものを出したりして、ね、地球のね、その木も切るし、砂漠化させていくしっていうことを続けてる限りは、この異常気象は続くんだろうなって思ってるのね。だからそれがいつまで続くか。まあ、まあ、これをね、さっき風っていう話をしたじゃん、人間の体で。地球にも、そのウイルス、病原菌があるんだろうなと。で、それが俺は人間なんだろうなって。そういうふうに地球に判断されて、
人間の数をが一定数まで自然に対する負荷がかからなくなるまで、人間の数が減るまでこの異常気象が続いて、減った後もしばらく続いて、ああだんだんこれで安定してきたな、体の中、地球の体の中が、一定の状態に、病原菌が減ったな、このくらいだったらいてもいいなってなったら安定してくるんだろうな、それがいつまで続くかはわからないけれども、結局は人間が地球を壊してると、その尻拭いを地球がしてくれている。だから俺はこの異常気象っていうのは人間の視点で、俺の視点で考えれば、ね、個人の視点で考えればすごく迷惑で困ったものではあるんだけど、俺も死にそうになるぐらい暑くて苦しいんだけれども、野菜も取れないしね、だけども地球の視点で立てば何も別に大したことないのさ。俺らが高熱うなされてうーってね、39度で暑い、死ぬ、苦しいってねいう状態ではあるんだけれども、それが終わればウイルスがいなくなって体がすっきりしてしまうと。だからもしかすれば俺は人間がね、地球にとっての風邪の菌つかウイルスかとして、インフルエンザのウイルス、コロナウイルスとかそういうふうに認定されてるんじゃないかなって、うん、それを、ね、ウイルスがいない健康な状態に持っていくための機能として、ホメオスタシスの、機能として、この異常気象、温暖化とか雨が降らない、多く降る、いろいろそういうことが起きてるんだろうなってね、そう思ったりするのさ。だから自分の視点で、人間の視点だけで思ってれば、やっぱりいつまでもこの異常気象困ったじゃ、うわうわで終わってしまうんだけれども、これは実は地球がね健康になろうとしてるんじゃないかって思うと、じゃあその原因何ですかっていうことをみんなで思えば、あ、やっぱり CO2、 亜酸化窒素、フロンガス、メタンガス、うん、いろいろ森林伐採とか、またなんだろうな、いろいろあるじゃんね、もう把握できなくなってきたけど、ゴミいっぱい出すとか、ね、大量消費社会とか、そういうものが良くないんじゃないか、そういうことをしている俺らが、地球にとってのウイルス、病原菌として認定されて、それを減らすために、ね、不健康な原因だから俺らがねとなってたとすれば、そのために異常気象が存在するであれば、こっちが態度を改めるか、もしくは地球に滅ぼされるかまでね、いかないと地球はいつまでもこの異常気象続くんだろうなっていうのは心で覚悟してるのさ、うん、とは言ってもやっぱ生活しなきゃダメだし、その中でやっぱ俺も車両使うし、2トンダンプとか使って仕事もするし、だからなるべく畑で、生き物を生かして、草を生かして、でいたずらに自然を破壊せず、ね、この自然を、ね、破壊せず共存できる方法を模索しているっていう感じ。ただ、まあ、おそらくは焼け石に水っていうぐらいで終わるんだろうなってね、俺の活動ごときじゃね、俺一人じゃね、うん、だからやっぱこういう考えっていうか、あとは自然農法、有機栽培、無農薬ね、そういうもののやり方をこうやって発信して、もし同じ考えの人がいたら、まあ、そういう行動を自分にできる範囲でいいから続けていって、まあ、そういう考えが広がればいいなと思っています。だからまとめがよね、もうね、うん、だからこの地球の異常気象っていうものは地球のホメオスタシスだと、人間が壊した地球環境を元の美しく安定した豊かな地球に戻そうとしてるんだと、俺はだから地球全体で見ればありがたいものなんじゃないかなって思ってます。人間にとってはえらい迷惑な話だけども、まあ、自分の招いたことだと思って、それとその時が来たら俺は甘んじて、まあ、地球に殺されるのはしゃあねえべなってね、受け入れるしかねえだろうな、でもそれまではもがくぜって、ね、自然農法で自然とかね、こういう自然とか、ね、豊かな自然をね、やはりと一緒に共存できる道を俺なりに探して、俺はこう思うっていうのを皆さんにこうやって動画で教えてっつうか聞いてもらって、もしそう思う人がいたらできることをやってもらえれば嬉しいなと思います。うん、ただ本当に食料危機はもう差し迫ってるし、まあこれは政治の問題もあるんだけども、それはまた別の動画でお話ししたいなと思うんだけども、とりあえず異常気象でみんな困ってるし、俺も困ってるし、ね、もう農業やってらんねえなっていう人も増えてきたけれども、人間社会っ
ていう狭い範囲で見ればすごい迷惑なんだけども、もっと広い地球環境っていうもので考えれば迷惑っていうよりもむしろありがたいことなんじゃないかなっていうふうに思ったりはする。まあ恨めしく思うけどね、暑くてさ苦しくてさ、俺も収入がどんどん減ってったりとかさ、苦しくて熱中症に3回も4回もなったりしてさ、苦しくて嫌で嫌で嫌でってねあるんだけれども、まあ地球全体で見ればありがたいことと思い聞かせて、自分たちの行いが悪かったんじゃないかと思って、地球にとって俺らが病原菌ウイルスだと認識されれば、まあ白血球にね体の中だったらやられたりとか体温上げてやられたりとかするのと同じで、地球に排除されるのか、それとも心を改めて態度を改めて地球と共存できる道を考えるのか、まあ火星に移住するでも月に移住するでもまあいろいろやってる人いるけれども、何でもいいんだけども、どういう道を選ぶかっていうのはやっぱみんなで考えなきゃいけないことだとは思うんだよね。まあでもまた政治の話になるけど、今のところもう生活が苦しいからそういうの考える余裕がないというのもあるっていうのもね現実としてあるのも分かるし、うん、まあでもそういう考えがあるんだよっていうことを聞いてほしかったの。異常気象は人間にとっては本当に苦しいけれども、地球にとってはもしかすればありがたいこと、必要なことなんじゃないかなっていうことにふうに俺は思ったりしますね。だから2つの視点を俺は持ってると、地球の視点と俺の視点と、まあ持ってると、その2つの視点を持ってればどういうふうに生きればいいか、どういうふうに人間が立ち振る舞えばいいかっていう答えも見えてくると思うんで、まあただ外国で環境保護活動家がインク巻いたりペンキ巻いたりとかするけど、そういうことしないでさ、こうやってわみたいに YouTube とかでも訴えかけるとか、そういう平和的にやれないかなっては思うけども、まあそれはそれで俺はそういうことはしないし、こういうふうに訴えかけて皆さんと知識共有してどうすればいいかなってね考えていければなと思いますんで、皆さんはどう思うかっていうのもまたコメントで教えてもらえればね、俺すごく勉強になってるんで、コメント見てさ、いやもう1週間で100個とか200個まではいかないかもしれないけど、そんな100個以上のコメント返してれば頭パンクするんだけれどもさ、でもすごく勉強になるし、あこういう考え方もあるんだなと思って学ばせてもらってるんで、まあぜひ何か思うことがあれば、自分はこう考えるよとかね思ったらコメントしてもらえればなと思ってますんで、またコメント気軽にしてもらえればなと思いますんで、よろしくお願いします。